でください。もう呼びましょう。気になるわ。じゃあ新メンバーの方お願いします。おっ、じゃあ、J グリーン堺じゃない、ここどこだったっけ、ゼロゼロフットサルパークに来られました。よっしゃ来られました。来られました。本当に敬語間違えてる。こっちが言うやつ、それ。本日は、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。宮丸軍団がね、新生になったことで、はいはいはい、新生宮丸軍団、発信したことによりちょっとおいおい、撮影しとんの、そっちそっちだよ。リップ兼用で使ってんかいとかじゃない。撮影して撮影してる時にリップはダメだ、ね、やめとけ。わかりました、ごめんなさい。どんだけ。いや、新生宮丸軍団がね、誕生したということで、はい、かわいそうに。まず手始めに、あのチーム巻きか、どうも、そうですね、ぶっ倒してやろうと思って大阪来ました。あらららら、大阪来ました。今日新メンバーをお披露目しに来たんです。私たちはそれ一番気になる。新メンバーお披露目。宮丸軍団は今年からちょっとガチでおっさんを集めて、あのおっさんたちに夢を与えようという企画をしております。なるほど、いいっすね。いいチャンネルだ。いいチャンネルだと思います。いいチャンネルだ。でそこに入ってくれる方が大阪いたんです、たまたま。ほうほうほう、大阪に。そのメンバーを今日梅彦とぶつけて知名度上げようと思います。ああ、なるほど。でもほんまに知らんしから、でも宮丸軍団とか宮丸さんの周り、だいたいそのポテンシャルが高いの、すごく。そう、今回の人もすんごく高い。それせこいっすよ。そういうのなしにしましょうよ。もう解散しましょうよ。負けたら、負けたら解散しましょう。一応チーム巻き比較も僕以外みんなその全国出てたりするんですけど、僕はあのフットサルとかの試合ちゃんとピッチには立ってるんですよ。立ってますね。宮丸軍団は最初から最後まで一応宮丸さんはピッチには立つんですよね。そう、なんか いなくなって強い人たちだけでわーってやるのもなし。5分です。この前だって一緒にサッカーした時キーパーしてたのにもう息荒れてたもん。え、キーパーね、うん、前見え、うじゃん、前見えない。真っ白だ。キーパーでやで。俺一人もう予想していいから。あ、当たってもらうから。予想してみてください。デカ盛りし。年齢的にそうやもん。年齢的に、あの大阪におる。で、元デカシさんやったら元サッカー選手わかるわ。うん、で、僕の一個下です。あ、そうなんですね。年齢も近いし。で、なんかチーム巻き比較をこう倒したい的なところで。デカ盛りしやん、もう。はい、僕のでそうそう。デカ敬語、デカ盛りしやん、もう怖いな。でかい。デカすぎる。もう呼んでください、もう。呼びましょう。気になるわ。じゃあ、新メンバーの方、お願いします。今度の話をせんねんけどな、宮丸軍団に入ってました。宮丸軍団の目的を言うと、スパイク打ってるじゃない。率直に僕すごい特別だなと思ってるんですよ。販売方法とか、なんか仕入れてるものが。どんなもの売ってるんですか？は、廃盤になったサイト、海外限定のサイト取り扱ってる感じですね。今回、タカのスパイクもあれタカ買ってくれたやつさ、はい、あれメッシーのやつか。あ、
あれメッシの限定、ワールドカップ限定のやつで。あれメッシの優勝した時のスパイクだねみたいな。あれほんまにやばい。あんなを仕入れてるってこと？あれそうですね。あのまあアディダスで出た瞬間買って、あの2個あるんですけど、その2個買った仕入れとかあります。高いのさ、これどこから仕入れたんって聞いたら、あ、からですって言うから。あれさすごいよ。だってあのスパイク多分その何円かわかんないんだけど、今30万近くからついてるわけ。ガチっすか？え、ガチよね。あんまり言うな、3万ちょっとなんですよ。そもそもやばいっすね。まあそうなんだ。で、うちのチームに入って僕にあのアディダスのスパイクくれないからあと、なんか、ウィナーズの動画見てて、くんは、チーム巻きっかじゃないですか。はい。去年ね、私たち、旧宮丸軍団は、全部に12戦12敗、全敗でございます。はい。ということで、今年はもう絶対に勝ちに行くと。はい、はい。引き抜こうと。強奪っすね。結構、グレーなとこから引っ張ってるんですよ。チーム今からチーム巻き引かとやるチーム巻き引かのメンバーと、リゼムに、ほぼリゼムなんか無理やりカメラマンって言ってしまった。なんかめちゃくちゃグレーなところで引っ張ってた。グレーどころかもうあれ揉める。そうする。キャバレそうなところからしか引っ張ってないですけど。大丈夫ですか？あの、多分ウィナーズで言ってるんですけど、見た目バリいかついのに、人間性バチ優しいのと言葉遣いがめちゃめちゃ丁寧なのと、そう一番恥ずかしいですから前髪なんかリズムチャンネルって言われてたんですけど、前髪これでセリフの役が一番恥ずかしい。腰バチ低いです。めちゃくちゃ腰バリ低いし、もうあとお前は今旬です。確かに。あ、確かに。ってことで、ってことでですよ、やりたいことはどういうことやりたい？やっぱ自分でやったスパイクを履くことによってはパフォーマンスが上がりますんで、あのサッカーのパフォーマンスも上がるし、モチベーションとかも上がるので、そういうのをちょっとみんなにいいスパイク履いてサッカー頑張ってもらいたいなと思ってますね。いやー、だったら入ってもらえるかな。失礼こいてまう可能性あるな、ほんまに。じゃあもう呼んでください。もう呼びましょう。気になるわ。じゃあ新メンバーの方お願いします。はっ、ちょっと待って、誰ですか？新メンバーの元プロサッカー選手、炎上君です。知ってます。初めまして。初めましてじゃないです。こっちやの。昨日もいましたし、一昨日も一緒にいました。昨日、決勝ホール決めてましたよね。はい。こっちですよ。彼は、フットブースという、あ、知ってます、知ってます、知らないです。知らない、知ってます。あのしてるので、はい、あのうちの左ウィングをしていただきます。は？何を言ってるの？はい。あのわざわざ個人で DM して LINE まで聞きつけて、もう本当どうやって加入しようか、クソねってねって、これですよ。ちょっとよく、いやまあまあ、いやいや、連携よくないっすよ、この加入の仕方。え、じゃあ宮丸君だとチームマギーカーでもしフットサルが今後あるとしたら、宮丸君だってやるんですか？チーム巻き行かでもいいかなって思ったんですけど、やっぱり宮丸軍団。さっきまで終わりや。ウィナーズ加入させんのってよかった。待て、円形取られるの痛いで。うん。マジで加藤。もう加藤。宮丸軍団はあのただ単にもうチーム巻き行かの知名度を要して。いろんな人に拡散したいために来たんで、あ、賭けはもう成立してるんですけど、この時点で。あなたたちは何かあるんですか？何がですか？あの、勝てた22個あります。
のチャンネル全部 P 入れてんねん。いやいや入れなくていいですよ。入れなくていいです。ほんま編集うまいですよ。あれ宮本さんやってるんですか。あれは僕がやってます。マジっすか。宮本さん割凝ってるな。すごい意味ない、あんなに凝っても。そうですね、まあウォンドで、まあ、服やられてるんで工場も持ってるんで、で僕 MK ボールフィールドというブランドをやってますんで、久しぶりにちょっとコラボ商品を出させてください。ちょっとリズムラットもやっとるのにさらに来るって言えって言われました、宮丸さん。あ、何何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 何じゃあそれしましょうよ。いや違う違う違う、え、もう一回撮る。もう一回最初から撮る。出るでしょ。嘘です、言われてないです。嘘です。いや無理無理。無理がある、無理がある。チームマキーカーと対戦するって言われてきたら2人いたんで、それはそうです。チームマキーカーのトップ2なんですけど、バリブレてるんですよ。バリブレる。どうや、オーケー。ライン見てますからね。決めるっていうか、トラップできてない。決められる。さっきトラップの人って言ったら、誰よトラップ。